第2話でございます。蜂蜜内閣ですね。支持率ゼロ、しょうがない、ゼロなんだからあとは上がるだけだというところですね。はい、同盟ができない曹操、劉備、そして孫策。劉備ぐらいはなんとか倒せそうな気がしないでもないですけど、まあ武将が強いですけどね。あれ、もう李玄とかいんのこれ。もうそんな時期でしたっけ。李玄は多分これ入りましたね、深夜かなんかで。まあまあまあ、これ序南を取ったとしても、これ曹操が猛烈に攻めてくる。もう歴史中を繰り返すと、歴史上の通り曹操にやられてしまう。そんなことになってしまわないかとちょっと心配でございます。そして孫策も成長しないうちになんとかですねやってしまわないと、先がないわけですね。で、呂布もいつまで持つかわからない。もうとにかく 無謀だ、これ呂布は。諸突猛進とはこのこと。で、劉表ですね。劉表と同盟をとりあえず結ぶ。そして、劉備を共に叩くということができればいいのですが、さてどうなるか、今回も楽しんでまいりましょう。お、公領で史跡。なんかこういうタイプばっか出てくんな。ああ、一発つも。初めての一発つも。やりました。領下は入らない。入らない。そんなに遠くもないですけどね。相性。よっぽどこの、なんか、あるんでしょうね。不義理な感じが嫌みたいな。おっと、劉表、親密。やりました。王冠発見。地味。地味なやついっぱい出てくる。おっと、もう滅んでる。早い。趙陽か。秦陽の趙陽。高孫さん。やりますね、高孫さん。本来ならね、高孫さんと同盟組んでるんですよ、演術って。てかもうほとんどもう高孫さん手下みたいなもんですよ。で、高孫さんと一緒にこの、ここら辺のね、何でしたっけ、幼衆志士をお互いに立てて、争ったりしてやってたんですよね。さあ、肺現象。同盟24ヶ月。よし。劉表と組みました。これでとりあえずですね、ここら辺の安全は保たれる。劉備、そして曹操。よく見るとですね、これ、考えようによっては、これ、盧公と、公領はもう全兵をですね、兼業に当てられるんですよ。これちょっと考えてもいいですね。一生懸命今なんか立ててますけど、そういうことだったんですね。先が読めてるんだ。やりますね。やりますね。じゃあやります？ただ、呪春もなんかこの兵数を下回ったらなんか曹操と劉備が一斉に攻めてきそうな気がするし。16000、16000。ちょっとまだ早いんじゃないかな。おっと、王冠来ましたね。いや、なんだかんだやっぱ魅力100は強いな。そして、両家はいつまで経っても来ない。よろしく。おお、来た来た来た、両家来た。やろう、やっぱ女には弱いな。お互い様だな。俺も同じだよ。ん、孫策動きましたね。なんだこれは。割とまとまった数ですよ。ん？盧公とか言いそうだな、これなんか。渡ってきますね。これ完全に虚走じゃないか、これ。ああ、1ターンで会うよ、これ。めっちゃ船早い。ご報告いたします。いや、これ割と、これ守りようがね、ないですよ、これ。そんなに金もないから、土塁とかも作れないですし。さあ、どうしようかという感じですね。とにかく引きましょう。引いて、火罠を作る。うわー、早いなー。で、とりあえず、後方待機して、平坦切りを狙うという感じですね。
さあ、ヒワナはできましたけども、ヒワナぐらいのダメージで生きていけるのか。各所より報告です。孫作はうわどんどん作ってくる。そしてヒワナ入りましたね。あ、でも結構なダメージ、1000以上は当たるかな。報告いたします。太子寺単体で6王が落ちるってことはなさそう。長江発見。おお、なんか以降に長江に全開シリーズのやつが結構来ますね。なんだこれは、なんでこれこっちに寄ってくるんだ。なるほど、じわじわ行こうっていう腹か。まだ追ってくるのか。まだ追ってくるぞ。なんだあいつら、どこ攻めるんだ。チェイシングがおかしいだろそれ。チョコ取れない。以降で行ったのにチョコ取れない。ダメ、偽皇帝誰でも取れない。今回のザイヤガチャも今のところ当たりなし。さあどうなるのか。孫作は太子寺と一緒に、あ、北上する。なんだこれ、何がしたいんだ。さあチョコ取れない。で、密かに密かに我々ですね、公領から兵を出しまして包囲線を狙っております。これがうまくいくかどうかですね。多分牛所港まで取ればいいんじゃないかな。ここと港2つ取ればいいと思うんですけど、そんなに簡単に港取れない。何せ水軍持ってないんで。お、呂布落とすぞ、陳留。え、落とす？ちょっとちょ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 、落とすぞこれ。あー、でも光順が、光順次第だな。でも満潮と接してるからあるぞこれ。あ、あ、いったいったいった、すげえ、陳留落としやがった。こんな突貫工事で落としやがった、ありえねえ。まだやり返されそうだな、これ。無理だろう、これ。すぐ落とし返されるだろう、これ。で、これが悪名だね。これは。悪名の効果で、風一つしか塗れないっていうね。一応、制覇はできるけど。さてさて、こちらはどうなるか。ここに包囲占領マークつきましたんで、行きたいところですけども、この船に触ったら終わり。おだぶつ。こちらは上がりまして、極和から、老校ですね。老校で合ってますよね、これね。老校です、はい。こちらに向かっているところ、うまくいけるのか。チョコ来ないなぁ。あ、士官に来た。士官に来た。自分から来た。24歳。24の瞳。懐かしいね。ロコから、取る舞台。五室、またそれ系？え？五室ってこの五室もいるんだ。お役に立ちましょう。あれ？なんか荒くれ五室のイメージしかないけど。あららら、同盟かな？それか、私がちょっと、勘違いしてるか。さあ、港取って、これでもういいはずですよね。もう平坦切ってる上に、各所より報告です。あれ、何のスイッチ、何のスイッチこれ。どっか新しくと、あ、樹種工が取られた。なるほどなるほど。しかしもうここで切っていた、これを狙っていた。とりあえず虚装は取りましょう。孫作さんが下手に我々の歩を1個取ってしまったから、牛所工率をですね、こっちも包囲占領マークつき始めました。俺はもう滅びちゃうんじゃないか。孫作さん、果敢か、果敢持ってんのか、嫌だな。で、平坦つながる。ご報告いたします。ちょっとこれはもう太子寺に近づくのやめとこうかな。そうそう、ちょっと動いてますね。そうそうが怖いんだよな。そうそうと劉備、こっちになんか無理やり来そうで怖い。うん、そして、修繕は帰っていく。孫作も帰っていく。
多分太子寺も帰りたいはず。劉表と長州の同盟なくなる。さあうまく埋めるかどうか。足止めかましてくる。なかなかやるじゃないか。このターンでは踏めないけど、あ、来てる来てる。やばいやばいやばい。ご報告いたします。来てますね。これこのまま進んで大丈夫かな。上陸してきて包囲占領かかるならいいのか。やっぱ兼業ってあれですね。やっぱリスクしかないですね。兼業から動くってのは。さあどうなっていくか。そんなこと言ってどうなるのか。一応え早っ、やられんの早っ。まあこれはしょうがない、これはしょうがない。さあ来た。7000あんなに早く解けんの。ちょ弱すぎだな。とりあえず平坦切る。いやもう一個だ。弾は2発ある。まだだな。牛食を踏まないとダメだな。完成しない。うわー、でもダメだ、これダメだ。修繕が生きてる。でこれも生きてる。ダメだ、戦法だけだ。兼業攻めは失敗だ。さあ兼業13000また出ましたね。いやーこのやり合い勘弁してほしい。まあでも2部隊か。今度はこれちゃんと倒したいですね。この間は退却されちゃったんで。今回は本当この兼業を中心としたこの兼業プロレスですね。いやーなかなかねやりごたえがあります。だちょっとだけ輸送8000だけ高陵に送ります。さすがに6000とかじゃ無理です。で進むの早いな。猛将これ老戦手に入れたらこれ手つけらんないぞ。これ早いうちに潰さないと。さあ技法部隊出しました。まずは待ち受けてですね、技法かけてやろうというところ。おっとやっと取れた。雷峡以降で取りましたね。以降は人脈を持っている。港が取られて廃止時に向けてですね、技法かけて参ろうと思います。かかりましたね、廃止時かかりました。これで戦力は半分にそがれた。さあ太子寺上がる。そして孫策も上がってくる。孫策はどう動くのか。多分太子寺に近づいていくのかな。各所より報告。それはさせたくない。で今両家が日罠作ってるのでそこに孫策当てたいんですけど、間に合うかな、どうかな。ちょっと1ターン足りないかもしれない。斜線だっけこれ。5の人ですよね。ああ来ない。5はでも相性そんなに多くないからいけると思いますけど。なんだこの孫策のうねうね感。そっちの負に入ってったら孫策平坦切れると思うけど。あ、ちょっと動かしてる。まずいぞ、これはまずいぞ。取れない。お、来た。取れない、来たっていう、このね、アホみたいなゲーム実況。これ、どうするんだろう。あんな出してきて。あれか、牛食を取ろうとしてるから、それを阻止したいのか。これ、早いからな、この人たち。え、1ターンで来れちゃうの？牛食を。え、やめて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 。ギリ来ないけど、退却で許してくれるかな。てか、高陵の、増援がえぐいな。このままじゃえぐいな、ちょっと。ただ、これで平坦切れできますね。ここで平坦切れ。そして、これ、いきましたね。孫策技法。はかりの。これは結構いけるんちゃうん、ちゃいまっか、これは。さあ、綺麗の眼光を出しました。綺麗眼光を出せるからいいですね。で、止まった？孫策止まってるよ。当たっちゃうじゃん、これじゃあ。なんだよ、これ。まず、太子寺をやります。で、孫策の平坦を切る。で、その後ろ、善住の、効くか？ああ、外れた。技法効かなかった。60% だったんですけどね。
さあ必殺技出していく。配信じゃった。いいよ。さあそして孫策は平坦切れましたけど、全獣が追いかけてくる。あと全獣これなんとかしないとダメだな。これ技法なぜか効くんで、全獣って知力低いんですね。効くんですよ。 61% もあるからこれは効きますよ。それでは6戦6部隊ですね。技法かける部隊などなどいろいろ出していきましょう。お、全獣技法かかった。そして平坦も切れたかな。全獣どうかな。平坦は切れないか、さすがに。また技法ですね。今度は修繕狙います。これ全獣うまいっすね。孫策に当ててこの技法をカットするっていう、ね、解除するっていうテクニカルな動き。ああ逃げていく。これ全獣に当てろ。全獣に捕らえよう全獣を。うん、難しいかな。もう早いな、逃げ足が早いぜあいつら。というところで今回はですね、剣業プロレスですね。剣業の兵数を減らすことには成功しているんですが、我々もそれなりに減っている。うん、兵数見てみましょうか。5万4000、まああんまり変わりないかな。6万ぐらいありましたっけ。なかったですよ。5万、5万ぐらいでしたよね。ギリギリ、あの、義勇兵が来ないっていうね、そういうレベルでやっております。このまま剣業を減らしてくれたら結構助かる。で、師匠が、まあ、いつものコースか。こんな感じで。師匠の方にちょっと攻め出したりしたらいいんですけど、まあ、正直我々メジャーな選手がいないから、これどんなにテクニカルに動いても、兵数いりますよね。太子寺孫策がいるだけでかなり辛い。修繕だってね、こっちからしたらもう大エースですよ。修繕大エース。困ったもんですね。修繕。あ、テーフもいるんだ、テーフ。修繕、テーフ、後悔。なんだよ、これ。オールスターかよ。オールスター対、うちあれだよ。なんか、南海、南海だよ、これ。南海の時代。角田しかいないよ、みたいな感じだよ。いや、それ言い過ぎか。それ言い過ぎだな。うん。まあ、いないのは観客だけっていうね。はい。オチがついたところで。さあ。孫策のヘス5万。同じだ。飼い犬に噛まれるとはこのこと。で、呂布。2万。やばいぞ。取った賃料。当然ですね。取り返されてる。当然ですよ。曹操はもう順当に8万まで伸ばしている。もう4倍になっちゃったぞ。もう呂布をかばってあげられないよ、こっちは。そんな次元じゃない。もう孫策にヒーヒー言ってる。で、同盟の劉表10万。劉表が案外中華1なのかな。そんな感じですね。ですね。劉表中華1になっちゃった。で、劉備3万。増えないですね、これはね。やっぱり2都市なのは増えない。そんな感じでございます。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。